はい、心理カウンセラーの南優太です。今日はもっと努力しなきゃがあなたを苦しめる理由について解説したいと思います。アダルトチルドレンの方とかね、HSP とか愛着障害とか、何でもいいですけど、何かそういうのを見て自分に当てはまるなと思う方の中には、ものすごく頑張り屋さんな方が結構多いんですよね。それからね、負けず嫌いな方も多いです。小さい頃から、競争意識が高くて頑張ってきた。人に負けないように、頑張ってきたりとかね。そういう方すごく多いんですよね。ところが、それは実は、仮面の自分で、親に期待されるような自分でなければいけないとか、親に愛されるためには、優秀な子供でいないといけないみたいにね、プレッシャーとか、人によっては恐怖や不安を感じながら、必死に頑張ってきたっていう人も多いんですよね。で、それが、大人になった時にね、どんな風に自分を苦しめてしまっているかっていうのを気づいて、で、もっと生きやすい人生にするためにはどういうふうなことをしていけばいいかっていうこともね、含めて今日お話しできればなと思います。はい。で、まずね、もっと努力しなきゃって思っている人がよく言いがちな口癖をいくつか紹介しますので、あなたがどれだけ当てはまるかチェックしてみてください。一つは、失敗は絶対に許されないとかね、それから、このくらいで満足しちゃダメだとかね、もっと努力しないと結果が出ないとかね、自分にはもっとできるはずだ。とかね、うまくいったのはたまたまだとかね、完璧じゃなければ始める意味がないとかね、そういう言葉ですよね。言っていないでしょうか。でね、こういうフレーズを言っている人は実は気がつかないうちに完璧主義になっちゃっていることが多いです。で、完璧主義な人の特徴は自分が完璧主義だと気がついていないということなんですよね。だから実はすっごい高すぎるハードルを自分に求めているのに、それが当たり前だ、そうしないといけないと思ってきたからこそ、それがね、高すぎるって気づけないっていう現象が起きてるんですよね。なので、この後ね、この完璧主義っていうものがいかにね、子供の頃あなたを守り、同時に今大人になってから息苦しさの源にもなってるかっていうことも見て、じゃあどうすればいいかっていうこともお話ししていければなと思います。はい。で、もっと努力しなきゃって理想の自分を目指すこと、一見いいように見えるけれどもトラップもありますと。ただ同時にあなたを守る役割も果たしてくれているっていうことなんですね。で、どういうふうに守ってくれてるか。一つは批判や恥をかくこと、それから拒絶されることから守ろうとしてくれています。で、完璧を追い求めることは、なんかね、人によってはこの頭の中で自分を批判する声が聞こえるとかね、なんかもう一人の私がいてすっごい完璧になれってこう言ってくるみたいな、こんなじゃダメだって言ってくるみたいなね、そういう体験する人多いんですけど、実は、こういうふうに言うことによって、学校とか職場での評価は高まりますよね。こう、頑張るわけなんで。で、頑張ってる評価が高いと、その分他人から批判されない、恥をかかされないっていうことが、やっぱりどうしても可能性としては高くなるって思っちゃって、ついつい完璧を目指してしまうというわけですよね。で、それから、他人から認めてもらうためっていうことですよね。やっぱり特にね、子供の頃に親とか学校の先生から高い期待をかけられてね、育った人に多いんですけども、やっぱり完璧に100点取る、優等生でいることで認められて、評価されてね、愛されるっていう、そういう体験をしてきた人が多いです。でもこれ反対に言うと、完璧な自分以外愛されないっていう思い込みでもあるのですごく辛いんですよね。でも守ってくれてますと。はい。で、三つ目は自分がダメな人間なんだっていう感覚や、もしかしたらダメ人間なんじゃないかっていう不安から守ろうとしてくれているっていうことも多いです。自分がね、完璧だ、よし100点だ、これで満足だって思えることができれば、一時的にでもそういう心の内側の劣等感であったりとか無価値観の声を黙らせることができるので、どうしても完璧を目指してついつい頑張ってもっとやらなきゃってなっちゃうっていうことですね。で、それと似てるんですけども、自分の欠点から守ってくれているっていうこともあります。実は完璧主義の人って白黒思考なんですね。だから、失敗とかミス、それからその100点じゃない点数を取ることがあたかもね、もう真っ黒、もうダメなこと、すごい自分の欠点の証明であるからように受け取っちゃう。部分否定を全否定に取ってしまうっていうことがよくあるんですね。ということは、失敗、一つのほんのちっちゃな失敗であったとしても、もう全否定に感じてしまうわけですから、もうそんな風になるわけにいかないわけですよね。だから、完璧であろうと、つい頑張ってしまうわけですね。
だから人から欠点を指摘されることに対して極端にビビってしまう人っていうのは、実は白黒思考になってるかもしれなくって。でね、これもう一個の問題があって、自分がね、私が完璧でいなければ、もう欠陥人間になるんだっていうふうに信じ込んでる人が、そばに置きやすい人、注目しやすい情報は何か。あなたは完璧な人間でなければ、欠陥人間だから、攻めてもいい、攻撃してもいい、みたいに思ってる人がね、そばに来やすいっていうこともあるんですよね。で、なんでそういうふうなことをその人が言うかっていうと、あなたは私の期待に応えて完璧な子でいなさい、っていう親と被ることが多いからです。私のニーズを満たすために、あなたは完璧な子でいなさいね。私の評価を上げるために完璧な子でいなさいね。つまり大きくなれ、私のためにという親のもとで完璧な子を期待されて育っている人たちが、同じような価値観を持った人の方を注目してしまうという罠もあるわけですね。だから完璧主義はある意味欠点から身を守ってくれているようでいて、実は繰り返し自分にあなたは欠陥人間なんだ、いつまでも努力し続けないといけないって思わせるような自分中心の人に引き寄せられ続けるというトラップを作っている面もあるわけなんですよね。はい。で、まあ今ね、守ってくれている面を中心に解説してきましたけれども、やっぱりデメリットもあるんですね。まあちょっと先ほどもお話ししましたけど、やっぱり一つはストレスと不安が増えるということですよね。やっぱりこう完璧主義って常に高い基準を自分に求めることです。なので、やっぱりこうね、完璧でなればならないっていうプレッシャーが凄すぎて、もう本当に些細なことでも、もうすっごい重労働に感じてしまうということがあるわけですよね。で、そうすると、こう日常生活とか仕事で、こう過度な緊張、それからストレスを引き起こしてしまって、体がね、こう、異常をきたすということがあるわけですよね。それから、失敗を恐れるあまりに、そのことばっかり、もう休みの日でも仕事のことが頭に浮かぶとかね、一生頭から離れないみたいなことが起きて、休日も心が休まらない。それで慢性的なストレスや不安に悩まされるっていうこともやっぱり完璧主義の人はよくありますね。で、それから、先延ばしっていう現象がよく起きます。これは、この課題を、まあ、60点でもいいから完成させて次行こう、発表しようっていうふうにはならない。やっぱりこう、細部にこう、いつまでもこだわってしまうことによって、逆にね、全然完成しないということが起きてしまうということがよくあるんですよね。で、そうすると、こう、仕事で周りに迷惑かけちゃったりとか、なんかイライラされちゃったりとかしてね、なんか人間関係がうまくいかなくなったりとかするということも起きてきますよね。で、それと、まあ、少し被ってますけども、三つ目が人間関係で、摩擦が生まれやすいということですよね。やっぱり完璧主義の人って、自分にだけ完璧を求める人もいますけど、他人に完璧を求めすぎちゃう人もいるんですよね。まあ、両方という人ももちろんいます。よく自分に厳しく人に優しくしましょうって言われるけどね、あれは結構難しいことですね。大体自分に厳しくしてる人って他人に厳しいことが多いですね。なので、こう自分に厳しくしてる人っていうことは自分の欲求を我慢してるわけです。自分のやりたいこととかよりも、こうせねばならないことをもっと頑張れ、もっと頑張らなきゃいけないよってやってるから、怠けてる人とか見たらね、内心羨ましいと思ってても、それよりも私がこんなに頑張ってきたのにお前なんだって言いたくなっちゃうっていうことがよく起きるんですよね。で、なので完璧を求めるあまり他人のミスや欠点にすごく厳しくなっちゃう。で、まあ相手にプレッシャーを与えちゃったりとか嫌な気持ちにさせちゃったりとかしてね、まあ信頼が損なわれるということも起きてきますね。で、じゃあどうすればいいのかっていうことをね、解決策ちょっと提案してみたいんですけれども、まあ一つは、自分を許す練習、許すってことは体が緩む、心が緩む、ほぐれるっていうことですね。まあ、そこを少し、ゴールにしてみるといいかなと思いますね。もともとね、完璧な自分でいることをもっと頑張ってね、いい子になるんだっていうのは、実は大きくなれ、私のためにという親のニーズ中心の子育ての影響であることがすごく多いです。なので、その親に認められるためにね、愛されるために頑張ってきた私がいるんだって認めてあげて、でその子にはしっかりね、今まで辛かったけど頑張ってきたんだよねとか、お父さんお母さんのこと大事に思ってたんだよねとか、お父さんお母さんに認められたかったんだよねって言ってあげながらも、だけど、やっぱりこれからはね、こんなに自分を追い詰めたり厳しくしたりする必要ないと思うんだと。もっと私らしく生きてみたい。もっと肩の力抜いて生きてみたい。
もっと目を輝かせてキラキラしてるあの人みたいに、自分らしく自己表現して生きていきたいんだみたいにこう伝えてみると。そうやってこう自分の過去の自分も受け入れつつ、これからの自分を作っていくっていう、そういう方向で自分を緩めるっていうことが大事になってくるわけですよね。で、なんかの参考になればと思って話すんですけど、僕もね、こうカウンセラーとして、しばらくこう YouTube 頑張ってね、YouTube がもっともっと大きくなって影響力ついた段階で、副業でゲーム実況者したいなと思ってて、ゲームをただ単に楽しんでる姿をみんなに見てもらって、それを仕事にするっていうね。だからこれはもう完璧主義で今まで自分をこうなるべきでこう押さえつけてきた僕の人生の本当にね、最終目標みたいな。もうだいぶ抜け切ってきたけど、より抜け切りたいって思って、セラピー受けてるうちに、あ、これやりたいんだって気づいたのがこれだったんですよね。ゲーム実況者。で、皆さんこういうね、こう、べきべきで生きてきた人は、こうしたいっていうのを強烈に本当はね、抑圧してます。で、それに気づいて、緩めると。べきを緩める、ね、鎧を脱いでみると、本来のね、子供の頃から持ってたこれが好き、これしたいっていうね、みずみずしいエネルギーに出会えることが多いんで、ぜひね、これを参考にしてね、あなたもそういうエネルギー見つけてみてほしいなと思いますね。それから、小さな成功や努力を認めてあげるということですね。僕ね、アデル・フェイバーっていう人の本をよくご紹介するんですけど、子供が聞いてくれる話し方、そして子供が話してくれる聞き方っていう本だったかな。なんかその本の中に、子供の褒め方っていうのがあって、ただ単にすごいねっていうのもいいんですけど、あなたの編み物ね、刺繍がすごく可愛く編み込まれてて、色使いもすごく綺麗でね、鮮やかでね、なんかすごくデザインセンスを感じるわとか、見ててすごくなんか、来たらあったかそうだし、とかって、具体的に見えるものとか、感じるものを伝えて、その上であなたはデザインセンスがあるわねってラベルを貼ってあげるっていう褒め方が心にね、届きやすいっていうふうなことを言ってて、僕すごくそれね、子育てでも参考にしてるし、日常生活のパートナーシップでも参考にしてるし、セッションでもそれをよく使ったりするようになったんですけど、そういうことをね、自分自身にやってあげてほしいんですね。そして、こう結果だけじゃなくってね、こうプロセスもちゃんと認めてあげると。できなかった時こそ温かく支えるっていうことを意識してあげると。そういうことを意識すると、自分で自尊心を傷つけない、自己評価を下げないっていうことができるようになってきて、で、自己評価をね、自分でこう自分のことをこう認めてあげられて、こう励ましてあげたり、落ち込んでる時に慰めてあげたりっていうことがある程度できると、人からどう思われるだろうっていう不安が減ります。で、ストレスも減ります。そして、ますます自分らしく生きられるようになります。っていうふうにね、いい循環が生まれるのでね、ぜひ試してみてほしいなと思いますし、そんなことしたらね、甘やかしになるんじゃないかと思っている方には、次の方法がおすすめですね。次はですね、自分を大事にすることで余裕が生まれると知るってことですね。そして、自分を褒めることで、かえって謙虚になるということを知るということです。逆に言ったらね、日本社会ではやっぱり自分に厳しくして人に優しくすることがいいことだってなんか思われてること多いと思うんですよね。自分を甘やかすことみたいに自分を大事にすることが誤解されてることも多いですよね。でもそうじゃないですよね。あなたが身の回りにいる例えばナルシストの方、うぬぼりの強い方、自己中心的な方、人に対して要求ばっかりする方、よく見てほしいんですけど、彼らは自分を大事にできている人でしょうか？自分のことをありのままに受け入れられている人に見えますか？それよりも多分自分の失敗を人のせいにしたりとか、自分の機嫌を自分で取れないから人にすごい求めてばっかりだったりとかっていうことが多くないでしょうか。実はですね、自分のことを自分で満たせると人にそんなに求める必要性を感じなくなるんですよね。で、自分のことを自分でこう褒めてあげたり認めてあげたりできると、人に対してマウンティングする必要がなくなるんですよね。俺の方がすごいぞっていう優越感を感じなくて済む。なぜなら心の中で安心感を自分で作ることができるからですね。だから自分を満たす人ほど自己中心的にならないし、自分を褒めることが認めることができる人ほどうぬぼれ屋さんにならないっていうことなんですよね。逆に自分を認められない、例えば失敗した時、負けを認められない時、ね、失敗認められない、負けを認められない人は、お前のせいで失敗したんだとか、こうこうこうだからって言い訳してね、実際に失敗したこととか負けたことを絶対認めようとしないみたいなことがあるわけですよね。これ本当に自己肯定感がある人だったら、失敗したことは残念だったけど、これを学びに変えて、よりね、人様の役に立つように頑張っていこうとか、自分自身の成長につながるようなことを学びに変えていこうっていうふうに謙虚になれるわけです。でも、失敗とか負けがね、人間の成長にこう通じない。なんかそれを認めたらもう自分の特別な自分とか完璧な自己像が崩れてしまうみたいにこう恐れている人は、実は劣等感がすごい強かったりすると。
自分のことを愛せない人だったりするんですよね。なので、この知識をね、ぜひちょっと取り入れていただいて、自分を大事にすることと、わがままになることを区別しましょう。自分を優先することと、自己中心的になることを区別しましょう。で、自分を認めてあげて、自分の自尊心を自分で高めてあげることと、うぬぼれ屋さんになることを区別しましょうっていうことですね。はい。いうことで、ね、もっと努力しなきゃがね、あなたを苦しめる理由と、その解決策についてお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか。やっぱりね、日本ではまだまだ自分に厳しくすることがなんか美徳でね、我慢は美徳でね、人に優しくすることばっかり、人に与えることばっかりがなんかいいことってもてはされたりとかする傾向も一部はあるような感じがしますし、まあそれを取り込んでる方ほどもっと努力しなきゃってね、もっと人に認められるような自分にならなきゃって、頑張って苦しんでるっていうこともよくあるので、まあ今日の動画撮ってみました。ぜひね、参考にしてみてほしいなと思いますし、まあ僕もさっき動画で言いましたけど、もっと楽しくね、人生楽しんでいいんだと。もっと楽になっていいんだ。肩の力から抜いて、目をキラキラさせて生きてみたいっていう願いをあなたも持ってるんじゃないかなと思うんですよね。で、そこにそう、あなたを応援する人が必ずいますので、僕もその一人ですし、そういう人生をできてる人が結局周りを豊かに幸せにするんだと思うんですよね。なんか戦々恐々として恐れのモチベーションで生きてる人よりも、成長とか、なんかこう楽しいとかね、ワクワク、嬉しいとかね、そういうこう感動や感謝とか、なんかこう好奇心とかね、喜びとか愛とか、なんかそういうのをエネルギーにして生きていきたいっていう、思ってないでしょうかね。そういう方は僕ぜひね、増やしたくって、こういう活動してる面もあるんですよね。ぜひ今回の動画をね、参考にしてもらえたら嬉しいなって思います。はい、今日も見てくださってありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。概要欄のリンク先から、公式 LINE や無料メルマガへご登録いただけますので、ぜひそちらもご覧ください。